町野がつないでタリクです。背後に出します。さあ抜けてきました大橋、シュート。これはチョン・ソンギョン正面で弾きました。まあ、町野もそこまでスプリントをかけてなかったので、そうですよね、まあ、シュート打ってねみたいな感じではなったと思うんですけど、はい、まあ、逆サイドに例えばこぼれてきた時になくなりますけどね。さあ池田が中央に進入するパス、チャンスだ大橋。さらにこぼれ球池田が拾って、池田ヒールパス後ろからシュート、町野です。チョン・ソンギョンビッグセーブ。本当ですね、まあ、いい体の動きを作ってボールを呼び込んで、まあ、そのタイミングも池田素晴らしかったですね。池田が拾う。さあ町野がラインを引っ張って折り返し、タリクが来た。よく見てましたけどね。いや見てましたけど、これ先ほどのシーンですね、はい。まあ、しっかりと抑えて、大野がそこを気にしてますが入れてきました。ファーサイドヘディング、また町野で、またタリックが出てきます。タリック追い越してきました。石原、待ちましたね、石原クロスヘディング、池田の頭、3対1。引きつける大橋、左を使った、町野だ。初めての3得点がなんと王者相手。さあこれもチャンス、大橋、タリクが来た、タリクだ。ただ気分はいいはずですから、はい、どこまで走れるかっていうところですよね。ロングボール、ダミアン落とす、後ろから小林優。まあ飛ばして落として、今米本がやっぱり前がかりになるので、あそこですね、スリッチから一気に背後、宮城天です。宮城切り返した、宮城打った。谷がよく触りました。はい、本当に多分特化していると思うので、まあ、タイミングよく背後飛び出しましたし、このファーストタッチも効きましたね、はい、惜しかったですね、惜しかったですね、はい、素晴らしいですね。